私は身体性の喪失と回復をテーマにコンセプチュアルアートを制作しています。名村喜友です。過去の作品では出会い系アプリであった男たちの顔写真から撮影した、フェイキン画を鏡にプリントしたり、男の体を画材にして一緒に人卓を撮ったり、文字化けさせた出会い系の男の名前を全員一人ずつプレパラートに彫刻してパッケージングした作品などを制作しています。私は人生の登場人物を増やすため制作の素材と出会い集めるためにここに来ました。今回は最後に次の制作の話をしたいと思います。どなたか私と一日だけ結婚しましょう。基本条件は私と恋愛関係にならない人、名字が同じ人です。既存の婚姻制度を脱構築する試みとして、私の初婚、私の2人いる恋人以外の何でもない名字も変わらない他人と行うことで無力化し、無意味化し、それを記録し、制作とします。ちなみに私の本名は木村です。私と一緒に、大人に怒られてくれる方はご連絡ください。以上です。